11月28日、BWF、世界バドミントン連盟が発表する世界ランキングが更新された。先週、行われた中国マスターズ、スーパー750、新戦の結果が反映され、上位進出を果たした日本勢が順位を上げている。ここでは、ダブルスの変動などを紹介する。男子ダブルス、中国マスターズ優勝の王朝、ワンチャン、両意見。 リャンウ両カン中国、が1位をキープ。同準優勝のシェティ、ランキレッディ、インド、が3ランクアップの2位に浮上した。男子ダブルスは、1位から7位まで、すべて違う国のペアが並ぶ混戦状態だ。その7位につけているのが、日本勢一番手の保ク拓郎、小林優吾。2番手以降は、小賀明、斎藤太一、16位、竹内義則。 松井慶一郎、二十八位、岡村弘樹、三橋健也、二十九位、武井優太、遠藤綾人、三十九位、西田洋也、目崎俊太郎、五十七位とほとんど変わらない順位にいる。女子ダブルス、陳世信、チェンチンチェン、カイチボン、ジャイーファン、中国が十一万三千百四ポイントで一位を独走。二、三位には李翔輝、磯日、ペクハナ。 韓国、金秋秀、金コ雄、ヒロ仕様、コンヒヨン、と韓国の2ペアが並ぶ。中国マスターズ優勝の志田千春、松山奈美は、1万1000ポイントを手にして4位、同順優勝の福島ヒ広田彩香が5位。先週と2ペアの順位が入れ替わったが、その差は1240ポイントと大きく開いてはいない。3番手の松本真由、 長原はか奈は、先週と変わらず8位。2ペアに少しでも近づきたい。4、5番手には桜本綾子、宮浦玲奈、14位、中西紀恵岩永林、15位、が並び、日本勢は15位以内に5ペアがランクインしている。混合ダブルス、中国マスターズ優勝の低市由、全市ウェイ、中国、甲賀系、ファンヤーチョン、神写真、左、が、 5種目を通じて最高の114,256ポイントで1位を守り続ける。中国では初戦敗退に終わった渡辺裕太、東野有沙は順位に変動なく2位をキープしている。3位は中国マスターズ準優勝の序章を収む、ソスンジェ、サイユーディング、チェユジュン、韓国。長く3位を守ってきた風彦古鉄、本円寺やトーピン、ファンドンピン、中国、と入れ替わる形で、 トップ3に食い込んできた日本勢2番手は13位の緑川大輝、斎藤夏。3番手以降は山下恭平、篠谷成19位、金子祐気松友美咲24位といずれも順位を守っている。